正直私は今すげえ辛い。前さ、鬼コーチがひまさん発見して、あの本、自己愛障害の臨床、あれで身の裏に照れた症状、椅子に座ってられないとかさ、ああいうのがそれでも怒るみたいな、それでさ、身の裏が悪かったわけじゃないって気づいてさ、それをさ、やっぱり求められる形にするためにさ、17歳はさ、取り繕ってさ、いつも笑ってさ、そんな本当のことが分かることが必ずしも和解に向かわせるわけではない。本当のことが分かると今まで何だったんだろうって思う。あの時すごい死にたくなった。今まで何にも受け取ってこれなかったって。でさ、私は自分の言葉で話す努力をしてきた。私は途中で気づいてた。でもそれは鬼コーチがそれでも大丈夫ってさ、そういう風にしてくれたからで、だから私も鬼コーチがいなかったら